対策万全を期すために、昨日、閣議決定を行いました。 3% 引き上げた際の経験を生かしていきたいと、こう考えています。消費税を 10% に増税する際には飲食料品などの税率を 8% に据え置く軽減税率を導入することが決まっています。政府はさらに増税による消費の落ち込みを防ぐため、中小の小売店で購入した額の 2% 分を事実上還元するといった新たな対策案を検討します。自動車関連では税制優遇や住宅購入者に対する給付金の拡充も検討しています。